ですね、トム・ワトソンコースに回らせていただきます。その前にですね、やっぱり朝練習からということで、こちらフェニックスさんの方ですね、練習場もう芝から打てるというこの練習場で、とりあえず体を動かしながら、50球借りてきました。ちょっと練習してからやっていきたいと思います。もう距離的には大丈夫なんで、マスクもちょっと取らせていただいて、ね、お願いします。とりあえず体動かしますわ。とりあえず体回すのに僕いつもウェッジ2本で、選手が右利きの人、左のスイングをやった方が、普段右ばっかり回してるんで、今は聞きますね、テレビで見ますね、僕も結構左を中心に捉えてやります。実際にこう練習場で芝刈る練習っていうのはあんまりないかな。教えていただいてるんで、ちょっと混乱してる部分もあるんです。全部が全員の方が正解なんですよね。で僕いろいろ教えていただいてるんで、なんかギュッて3つずつギュッてよぎる時があって、体がバーンになる状態があります。それをちょっと言い訳に
だからこれを一個一個自分の中でこうやって練習で、自分のものにしていきたいと思うんですね。7番。それで先日ですね、ゴルフダイジェストさんの、取材いただきまして、それは多分週刊の方だと思うんですけども、それで幼いプロにちょっと教わると、僕は50歳超えてミケルソンを優勝したのを感動して、50歳からでもなんとか飛ばせれるということで、幼いプロに教わるっていう取材をいただいたんですね。それで教わったのが、まず基本ね、まず基本ウェッジで、肋骨のとこがつきますよね。つく。でこれをこう握るね。でこれでこういうことです、こういうことです、この回転、これをやっぱりこれが基本で、これで持って、で
これで持ってウェッジとかでこうつけてこう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 ですよね。これが基本で習ったんですよね。でもこれは確かにこの自分のこの行くところまでの繰り返しっていうの、田島さんもそうおっしゃってて、それの距離を覚えるっていうのも共通してるなと思って。ここつけてこう。でもこのまま。これはまず基本ね。なんでやっぱり幼いプロっていうのは、やっぱり飛距離、飛ばすっていうイメージはどうやって飛ばしてるか。ヘッドスピードも48ぐらいなのに300いくという、だから何かやっぱり謎が、本当の本当の意味のことは多分企業秘密があるかもわかんないですけど、僕が触ったのだから、僕の場合ですよ、僕の場合はやっぱり簡単に言うと腕で打ちに行ってると、腕で打ちに行ってると。要するにでも体を回転しても体クラブはもう後からついてくる、腰を思いっきり回して、で指導ももうね、ちょっと僕の場合はやっぱりインに行くんで、もうちょっとアウト気味で、しかももう腰から動かすイメージ、手からじゃなし、腰からで勝手についてくる感じで、別に全然上げなくて、でここでやっぱり回転です、右肩甲骨、この右肩甲骨がそっちに見えるぐらい、要するに。ほんで僕の場合は頭動かしたらあかんっていうイメージがあって、要するにこうなってたのが全然動かしていいと、こっちに動かしていいと、で右肩甲骨見えるぐらいで、体からこうアウトでもいいからこうやって、でここから左膝をもう1センチ動かすぐらいのイメージで回転ですよね、まあ、でフィニッシュはしっかり取ってくださいと、膝くっつくぐらいフィニッシュもしっかりというのをですね、ちょっと教わりまして、それも今日今の練習で結構イメージして出させてもらってます。でそこに竹内プロの、意見も僕の中に入ってくるんで、ちょっとごちゃっとなる時ありますが、いやでも今からトムアトソンコースですけど、まあ何回か回ったことあるんですけど、かなり難しい、これをちょっとハードル下げたいぐらいのかなり難しいんで、まあでも楽しみ、どうなるか。しかもね、一人ゴルフっていうのは初めてなんですね、小倉の方で仕事がありまして、そして、明日にですね宮崎で仕事をいただきまして、間の今日空いたんですよね。ね、小倉からお仕事終わって宮崎に行く飛行機が間に合う、どっちにしても明日の宮崎のお仕事朝早いんで前乗りしてくれ、全部重なって今日空いてる、宮崎にいてる、
回るしかないでしょう。すいません、本当に。スタートします、インコースから10番で、いきなりパー5ということで480ぐらいですかね、こちらからだと、こっち回転のは495、軽く左ドックしておりますということは、まあベストは、フェアウェイセンターよりちょっと右がベストかなっていう、次狙いやすいかなって感じですね。まあでも最初なんでフェアウェイど真ん中目指して、ちょっと右出てきました。やっぱり力が入ってたな。まあでも右出てきたんだ。瞬間に出てくれたんでね、ラッキーやったんで、とりあえず9番でここを越してフェアウェイに置けて3打目ですね。予定通りに上越えて多分フェアウェイになると思います、フェアウェイに置けた。残りが207、ピンまで207、ちょっとアゲンスト、エッジまで190ぐらい、まあ花道目指してクリークで行きたいと思います。あ、左。かなり巻いたな。あの球がよく出るのよね。まあ OB とかはないんやけど、とりあえず探してみますかね。だいぶ左にそれたんですが、フェアウェイに出てきてました。気に当たって、この行いがいいのかな。これはラッキーです。このラッキーをものにしないとね。残り80ぐらいで、アゲンストもちょっと弱くなりましたね。54度でもうピン目指していきたいと思います。まあグリーンに乗ったんで、なかなかいいとこにショットできましたよ。うん、およそ4メートルぐらいですかね。
っとなんかこっちにあるような、もう分かんないときはまっすぐしかないか。まっすぐ行ってみよう。まっすぐでよかったけど、ちょっと右出たな。スライスに見えたもんね、こっちからは。向こうからはフックに見えてる。しっかり入れよう。この85センチ。しっかりと。ありがとうございます。ボギーですかね。はい。まあ、あちこち行くな。まあ、全部助けられたな、このホールは。うん。よし。あと17しか回られへん。トム・アトソンコースはなんか味方してくれてるな。ずっとあるね。あ、左行った。チャンネル登録よろしくお願いします。